来たな。こっちは準備万端だぜ。私も必要なもの全部揃えてきました。そうか、ならあとは俺たちに任せてくれ。竜巻なんかに負けない立派な船作ってやるからよ。船ができたら呼びに行くからな。フィリスちゃんはそれまでゆっくりしててくれ。お船ができるまでもうちょっと。あとはカイさんを信じて待つしかないね。みんなで頑張ったんだもん。きっと大丈夫、きっと。おはようございます。いいもの取り揃えておりますぜ。どれを買ってくださるんで。これでまいま、いでよアトリエ。よし。
できたぜ、立派な船がよ。本当ですか？やったー、ありがとうございます、カイさん。おいおい、礼は船を見てからにしてくれよ。ほら、早く船着き場に行こうぜ。どうだ、すごいだろ。これは思ってたより立派ね。これが私たちの。竜巻を越えるお船。ああ、そうさ、この船にはいろんなもんが詰まってる。フィリスちゃんの頑張りと俺たちの魂、それ以外にもたくさんのやつの思い。そんなすげえ船が竜巻なんかに負けるはずはねえな。そうだろ？はい、私もそう思います。よし、じゃあいざ出航と行きたいところだが、そっちも準備があるだろう。用意ができたら俺に話しかけてくれ。いつでも船を出してやるからな。わかりました、急いで支度してきますね。おう、待ってるぜ。よろしくね、私のお船。驚いたな。ありえない話じゃないとは思っていたが、
まさか本当にやり遂げるとは。一見無茶だと感じることを思いついて、それをすぐに実現させてしまう。俺の知ってる錬金術師はそんなのばっかりだ。昔の知り合いといい、君といいな。そうなんでしょうか。でもよかったじゃないか。これでフィリスの目的も達成できるんだろう。頑張れよ。俺も応援してるからな。これでいいか？これでいい。以上。ご清聴ありがとうございました。あれ、男の人っぽい格好だけど、女の人？それとも、ねえあなた、何をブツブツ言ってるの？お姉さんは何をしてる人なんですか？あら、今一瞬迷ったわね。こんな格好はしてるけど、私は女よ。せっかくだし自己紹介。私はルイス、吟遊詩人なの。ルイスさんですか。私はフィリスって言います。錬金術師をやってます。へえ、錬金術師。それは好都合だわ。あなた、もしよかったら私のお店見ていかない？お店？ええ、私吟遊詩人をやりながら行商もしてるの。各地で手に入れた品物、いろいろ並べてあるから、ぜひ買いに来てちょうだい。それはわかりましたけど、ルイスさんって吟遊詩人なんですよね。歌うのがお仕事なのに、どうして行商までやってるんですか？どうしてか聞きたい？あ、これ聞かない方が良さそう。やっぱり別にいいかなって。そうならいいわ。私はいろんな場所を旅しているの。だからまた会うこともあるでしょう。
その時は遠慮なく声をかけてちょうだい。それじゃ。リリスちゃんじゃん。どうだったの？イエイ！新しい。よっ。これで、ま、これでいい？どっ。フィリスさんのために絶対にすごい船を作ってみせるんだって。ちょっとかっこよかったかな。あら、実はメアちゃんってお兄ちゃん子なのかしら。違うし、からかわないでよリアーネさん。でもそろそろ二人とも行っちゃうんだね。寂しくなるな。メア、絶対見送りに行くから。だからちゃんと試験合格してきてね。約束。から聞きましたよ。船の完成おめでとうございます。これから船に乗るおつもりですか？そのつもりです。フィリスちゃんの準備が終わり次第ですけど。そうですか。あなたの考え出した船なら必ずや竜巻を越えられると信じています。幸運を祈ってますよ。くれぐれもお気をつけて。
に相談したお船のこと覚えてる？実はね、そのお船が完成したんだ。そうなんだ。見せて見せて。さすがにここじゃ無理だよ。今はね、船着き場に泊まってるの。そっか。じゃあ後で見に行くね。楽しみだな。共同戦線を張って正解だったみたいで、確認だけど、当然私も船に乗せてもらえるのよね？そりゃもちろん。ありがとう。それじゃあ、あなたの船乗るのを楽しみにしてるわね。見聞院へ。ではあり、ほっ、まっ、うるさいんですけど。ん、そうか、仕方ない。手で押さえておくとしよう。準備はできたのか？お、そうか。なら船に乗る奴らに声をかけてくる。ちょっと待っててくれ。待たせたな。やっほー、フィリス。これが竜巻を越える船。なかなかいい船じゃない。気に入ったわよ。ですって。よかったわね、フィリスちゃん。フィリスちゃん、どうかしたの？カイさん、ソフィー先生とプラフタさんは？まあ気づくよな。その声はかけに行ったんだが、
どうしてもやらなきゃいけないことがあるから船には乗れないって言われちゃって。え、そうなんですか。ああ、そんなにがっかりしないでくれよ。見てるこっちがですからね。ちょっとカイさん、あれ預かってたでしょ。おっと、そうだった。ほらよ、フィリスちゃん、手紙よ。ソフィーさんがフィリスにって。先生から？フィリスちゃんへ。急なお手紙でごめんなさい。私たちどうしてもやらなきゃいけない用事ができちゃったの。だからフィリスちゃんと一緒にお船に乗ることはできません。本当にごめんね。でもこの町でフィリスちゃんに会えて私はとっても嬉しかった。フィリスちゃんが錬金術の練習を頑張ってきたっていうのもすぐに分かったよ。このまま行けばきっと公認試験にも合格できると思ってます。だからカイさん、お船今すぐ出せますか。え、まあ平気だけどよ。ソフィーちゃんたちのことはいいのか。はい、大丈夫です。ちょっと手紙最後まで読みなさいよ。気になるじゃない。内緒。二人とも行くよ。ほら急いで急いで。急に元気になっちゃって。手紙何が書いてあったのよ。さあ、でもきっとよっぽど嬉しいことが書かれてたのね。さあ出航だよ、竜巻。いざ尋常に勝負。あ、ちょっと待ちなさいよ。だから次はライゼンベルグで会おうね。ガンとしちゃって、もうちょっと喜びなさい。あ、喜んではいるんだけど、なんか力が抜けちゃって。それも仕方ないわ。思ってたよりずっとすごい竜巻だったもの。でもフィリスちゃんはやったのよ。その竜巻を越えられるような船を作ったのよ。えらいえらい。やっぱりフィリスちゃんは可愛くて賢い私の自慢の妹だわ。痛い痛い、リアネ痛いってば。
おい、そろそろ向こう岸に着くぞ。降りる準備をしてくれ。いやー、しかしすごかったな。あの竜巻の中をびくともせずに進む姿、こいつの勇姿、目に焼き付けたぜ。そうね、まあ竜巻を越えるのはもう二度とごめんだけど、私もなんだかようやく実感が湧いてきたよ。このお船であんな大きな竜巻を越えたんだよね。ええ、ここはもう湖の向こう岸、ライゼンベルグだってそんなに遠くないわ。その通りだ。試験頑張れよ二人とも。俺も応援してるからな。さて、俺はしばらくここに残るとするか。船をほったらかすわけにもいかないし。あら、フルスハイムには戻らないんですか？俺が先に戻ったらフィリスちゃんたちが向こうに帰れなくなっちまうだろう。私たちのために、ありがとうございます、カイさん。おっと、今さら水臭いことは言わないでくれよ。俺たち一緒に竜巻を越えた仲じゃねえか。さてと、私はここでお別れしようかしらね。イルちゃん、一緒に行かないの？何よ。どうせまたどこかで会えるでしょ。それはそうだけど。そんな顔してもダメよ。私は行くからね。それじゃ、バイバイ。あ、行っちゃった。照れちゃったのかしら。はあ、一緒に旅したかったのに。仕方ない、私たちも先に進もうか。おう、そうか。フルスハイムに戻りたくなったらいつでも声をかけてくれよな。もうちょっとでひらめきそうな。